はいどうも、ミュージックハウスフレンズです。当店のチャンネルでは普段は DJ 機材を中心に動画をアップしますが、電子ドラムなども当店の主力商品として多くのお客様にご利用いただいてます。ということで、前回ドラム系の商品ではタマのドラムスローン HT250 の動画をアップさせていただきましたが、今月も新商品としてタマから12インチのスネアが発売となりました。今回星野楽器さんがご来店いただいたのにあたって、早速その新商品を持ってきていただきました。星野楽器さんとは当店も創業以来30年以上お付き合いさせてもらってて、非常に仲良くさせてもらってます。タマのアコースティックドラムも力を入れさせてもらってます。ここで一つ当店からのお知らせです。今まではクレジットカード決済のご注文は別サイトでお願いしてましたが、分かりやすいように一つにまとめさせていただきました。通常のサイトでクレジットカード決済でのお支払い選択が可能になり、非常に分かりやすくなりました。今後電子マネー決済、Amazon Pay とか LINE Pay などにも随時ご対応していくので、引き続きご利用をお願いいたします。今回ご紹介するのは12インチという小口径のスネアです。ただ小さいからといって音が小さいわけではないのでご安心ください。特徴としてハイピッチの音の抜けが良く、ぜひおすすめなんですが、音のチューンアップで好みの音やジャンルに合ったチューニングもできます。ちなみにカクテルジャムのドラムキットについているスネアと同じ仕様になってます。じゃあこのスネアは一体何に使うのっていうことなんですけど、サイドスネア、サブスネアとして非常におすすめです。こちらはブラケットもついていますんで、別売りの MC69 というシンバルスタンドなどにタムをセッティングできるアタッチメントを使えば、好きな場所、叩きやすい位置、高さに設置することができます。今回はハイピッチでチューニングをしていますが、チューニング機が付属していますので、こちらを締めたり緩めたりすることでサウンドをチューニングできます。ここについているストレイナーでスナッピーのオンオフも調整ができます。オフの状態だとパーカッションのような音になります。はい、音のチューニングがドラマーの楽しみの一つでもあると思いますが、ぜひいろいろと試して好みのサウンドを探してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回のスネアはサイドスネアを買ってみたいけどちょっと予算がという人にもお求めやすい価格で、非常におすすめのスネアとなっております。また次回も星野楽器さんにご協力いただいて、アイバニーズの新商品ギグバックについて動画をアップしたいと思います。よろしくお願いいたします。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。